はい、ご覧いただきありがとうございます。当店はバルナックライカを専門に修理と販売を行っておりますカメラ工房松下と申します。今回は販売用のレンズの紹介になります。はい、ではこちらは、ズマール 5cmF になります。でこちらリアのレンズキャップ付属しております。ズマールはね、柔らかい描写で有名で、まあこのレンズ自体が柔らかいのでかなり傷が入りやすいレンズになっております。でまずは外観から見ていきましょう。フロント部分のガリ傷や歪みなどはなさそうですね。こっちの部分は特に問題ないですね。表頭部分がちょっとすれば、あ、少しこの辺がね、横にメッキの剥がれてちょっと下地が見えてますね。そんなに見にくいものではないですね。ズマール案外見にくいものが多いんですよね。すっごいメッキが剥げ開けて、あ、見えないところにちょっと剥げてましたね。こんな感じで。で、あとは、特に社会振動の文字も残って、しっかり残ってますし、マウント部分も特に問題はないですね。で、動作なんですが、振動も特に問題なく、ガタつきなど、しっかりロックしてくれます。いいですね。で、こちら当店で整備を行っておりまして、整備内容とすればこちらのピントリングですね。この溝ですね。この溝がヘリコイドといって、こちらにグリスが塗ってあったもの、古いグリスを塗ってあったものをきれいに清掃して、新しく硬さを調整したグリスを入れ替えてますので、非常にスムーズに回転してくれます。引っかかりなど途中でありません。で、まあ、こちらのパチという無限ロックですね。こちらも分解清掃してグリスを塗ってますので、非常にスムーズにロックしてくれます。で、あとは、こちら絞り関係ですね。絞りのリングですね。こちらスムーズに回転してくれます。こちら清掃してグリス塗ってますので、で、絞りの、あと絞りの羽ですね。こちら六角絞りで、絞りの羽も清掃しておりますので油浮きなどありません。で、先ほど言った通り、あのズマールはかなりレンズの玉が柔らかいので、ちょっと傷つきやすくて、こちらもちょっとね、前玉の傷がね、少し吹き傷が多々あります。もう清掃時、あ、中しっかり当店で清掃したんですが、中のね、曇りはね、取れて、中はね、スカットクリアなんですが、ちょっとね、前玉がね、ちょっと傷が多めですので、で、こちらが F の2開放でね、撮ったものなんですけど、ちょっと日中でね、逆光とかじゃない順光で撮ったんですけど、ちょっと周りが淡い感じになってますね。まあこれがね、ズマールの特徴ではありますけど、ちょっとこの傷がある分ね、ちょっと淡い感じが強くなってますけど、逆にね、通常の普通のレンズだとこういう表現あまりできないので、こういう表現がしたいって方にはおすすめではないでしょうか。で、あとこちらがちょっと絞って 6.3 まで絞ればそんなに淡い感じではなく、しっかり映ってくれてますので、通常撮影する分には特に問題なく、この1本だけでこの淡い感じからしっかり通常撮影に使える面白いレンズだと思います。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。ズマール 5cmF2 のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。